そうですね。北京はもう本当夏冬ね、開すごい催感ね。染されるすリスクごもいなといで思すいし、ます。はい。札幌もそそうれでなりすに元気ね。みたまあ、札幌もね、マラソンの大会を開催したので、まあ、札幌オリンピックではないですけども、東京オリンピックの、マラソンを開催したことによって、夏冬、こう、経験できた都市として、まあ、北京市と、今後、いろいろなんか、オリンピック開催都市として、なんか、交流ができたらいいんじゃないかなというふうに思います。